シズザイオン渓谷ザイオン国立公園は、アメリカ南西部にある国立公園である。ユタ州に位置し、南はスプリングデール、東はマウントカーメルジャンクションに接している。229平方マイルのこの公園の際だった特徴は、長さ15マイル、深さ0.5マイルのザイオン渓谷で、ノースフォークバージン側によって赤く火に焼けたナバホサンドストーンが侵食されたものである。 ザイオン渓谷までの道は6マイルであるが、ザイオンナローズはテンプルオブシナワバの先に続いている。テンプルオブシナワバはザイオンナローズトレイルの出発点である東ザイオンに続く道の端にある。ザイオンキャニオン道路は4月前半から10月後半までの間シャトルバスでしか通行できないが、ザイオンの主要部、ザイオンマウントカーメルハイウェイは1年中時火曜車で通行可能である。 ザイオンマウントカーメルハイウェイは南口から東口に伸びている。公園東側の有名な目玉にはチェッカーボードメサとイーストテンプルがある。コロブ川には世界最長のアーチ、コロブアーチがある。ザイオンとコロブ渓谷地域にはほぼ中世代にあたる1億5000万年間の体積を示す9つの地層が含まれる。その地域は当時暖かく浅い海、小川、 池、湖、広大な砂漠、岸に近い乾燥した環境に覆われていたが、コロラド高原を生み出した流起により1300万年前から1万フィート持ち上げられた。人類がこの地域に住み始めたのは、約8000年前、アメリカ原住民族の少数の家族が最初である。繁遊牧のバスケット作りのアナサジ族はこれらの一族から分かれた。 アナサジ族の定住が進むにつれ、バージンアナサジ文化が発展した。別のグループ、パロワンのフレモント族もこの地域に住んでいた。両グループは1300年までになぜかはわからないが、姿を消し、パルシッツ族などの南バイユート族の氏族にとって変わられた。警告は1858年にモルモン教徒によって発見され、1860年代はじめには、 モルモン京都が定住した。1909年にムクンツイープナショナルモニュメントが、渓谷を守るために建設された。1919年までに拡大され、ザイオン国立公園となった。コロブ地区は1937年に、別のザイオンナショナルモニュメントとされたが、1956年に、ザイオン国立公園に統合された。コロラド高原グレートベースン、 モハーベ砂漠が接する地域に位置するという、ユニークな地理的特徴とライフゾーンの豊かさが、波外れた動植物の多様性をもたらしている。289種の鳥類、75種の哺乳類、32種の爬虫類、他種類の植物が、公園の4つのライフゾーン、すなわち砂漠、水辺、ウッドランド、新葉樹林に生息している。著名な大型動物は、再導入された。 カリフォルニアコンドルとビッグホーンの他に、ピューマ、ミュールジカ、イヌワシを含む。よく見られる植物にはハコヤナギ、サボテン、西洋ネズ、松、トネリコバの海で、デ、ヤマヨモギ、シュジのヤナギがある。ありがとうございます。